どうもこんにちは。12日間のですね、車中泊の旅無事に終えまして、帰ってきました。まずはね、生存報告をしたいなと思います。とにかくね、いろんなことがあった車中泊の旅12日間だったんですけども、いろんな方にね、支えられて、旅を終えることができました。今回のね、旅をね、サポートしてくれた、うちのかの力メンバー、弟の陽介、千秋ちゃん、武田さん、このね、まず3人に感謝をしたいなと思います。ありがとうございました。で、子供たちをね、置いていったんで、子供たちの面倒を見てくれたうちの奥さんにも感謝したいなと思います。それとですね、旅の途中で会った方々、お約束をして会った方っていうのもいらっしゃったんですけども、偶然会った方っていうのもね、いらっしゃいましたので、たくさんの出会いがあってすごく楽しい旅になりました。もうね、本当お会いする方々がみんな優しい方ばっかりで、本当ね、旅に出てよかったなと、その各地各地に行ってよかったなと思えるところばかりでした。今回からはですね、しばらくの間、12日間の車中泊の旅、毎日ですね、カメラを回してましたんで、その模様をですね、少しずつお見せできればなと思います。ということで、まずは1日目です。よし、じゃあ父ちゃん行ってきますよ。よし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 、じゃあ行ってきますよ。よしよし、父ちゃん、よしよし寂しいよしよし、はい、じゃあ僕、次はね、よし、降りてちょうだい。順番じゃっけ。はい、僕降りて。寂しいね。ね、寂しいね。寂しい。よし、ちょっと降りてくれる。順番だから。よしよし、分かった。よしよしよし、はい、よしよし、よし、母ちゃん、よし、おいで。よしよし、じゃあ行ってくるよ。いってらっしゃい。はい、行ってきます。はい、え、こんにちは、くんよ。じゃあ次はキャラメルちゃんだね。握手。握手、よし、ありがとう。よし、僕たちだけ。僕たちだけ。よし、ほら、キャラメルちゃん来てもらう。僕のガチャピンも。ガチャピンも、よしよし、ガチャピンも。はいはい、よしよし、じゃあ行ってくるよ。ね、いい子にしとってね。ガチャピン、おはよう。ね、父ちゃんこの間ね、リーダーじゃけんね。分かった？違う、母ちゃん。母ちゃんがリーダー。よし、じゃあ行ってきましょうか。わー、やられた。やられた、やられた。よし、じゃあそういうことで、行ってきます。いってらっしゃい。バイバイ。握手。はい。握手。握手。はい、握手。はい、じゃあね、行ってきます。握手。握手は、母ちゃん握手。じゃあね、握手。母ちゃん握手。握手、はい、じゃあね、行ってきます。握手。バイバイ。握手、握手、はい、じゃあ僕もバイバイ。握手してない。はい、よしよし、じゃあね。俺も握手。ありがとう、ありがとう。握手、握手。はいはい、握手。また夜電話するけーね。うん、じゃあね。バイバイ。バイバイ。はい、ということでですね、12日間の車中泊の旅が今始まりました。なかなかね、家から出れなかったっていうのもありつつ、まあね、ちょっと子供たちも寂しい思いをするのかなと思ったりもしますけども、まあね、今日はこれから、とりあえず滋賀県の琵琶湖の辺まで行きたいなと思ってます。琵琶湖のところにね、車中泊できるスポットがあるということで、まずはね、そこに向かってみようかなと思ってます。まだね、高速道路にも乗れてないので、まずは高速に乗るところからですね。今ですね、ガソリンスタンドに来まして、空気圧も見てもらってます。とりあえずガソリンを満タンにして、空気圧も見てもらえれば安心かなということで、ガソリンスタンドに来ました。で、今ちょうどですね、5月16日福島編、極上兄さんが来てくれるってことなんで、ね、これもね、楽しみにしたいなと思います。あとね、この旅なんですけれども、どうしても暑くてしょうがないっていう時はしょうがないんですけども、基本的に窓を開けて、エアコンなしで頑張ろうという旅です。ちょっとですね、忘れ物があることに気づきました。 ETC カードを忘れました。そらいかんわ。
ごめんごめん。どうやって出すんだろうこれ。ごめんね、ありがとう、助かった。今度こそ行ってきます。気をつけてね。はい、ありがとうね、行ってきます。これで今度こそ行けます。いや助かった、じゃあね、ありがとう。はい、それでは今度こそ高速道路に乗っていきたいなと思います。 ETC をね忘れてたっていうすごい初歩的なミスをしてたんですが、これねセカンドカーなので、いつもね乗ってるボクシーの方に ETC が入ってました。いや危うくね左側から入んないといけないとこでしたね。オッケー、開きました。このねハイゼットカーゴで高速道路に乗るのは初めてです。今大竹インターチェンジから高速道路に乗りました。さあとりあえず滋賀県までなので、まあ5時間6時間ぐらいですかね。この先本線に合流します。オッケー、高速道路乗りました。さあこれでとりあえずはね、どれぐらいまで行くんだろう、距離としては409キロ、409キロで到着が、夕方5時20分ということになってます。まあ、休憩も入れるとだいたい6時ぐらいと考えたらいいのかなと思います。今11時50分、そろそろねお腹も空いてきたので、どこかでご飯を食べたいんですけれども、そうだな、こんなに遅くなると思わなかったので、岡山ぐらいでねご飯が食べれればいいなと思ってたので、まあ、とりあえずね岡山県に行くまでは我慢するということで進んでみようと思います。今1時なので1時間ぐらい経ったのかな。広島がね終わりません。広島ってね横に長いんですよ。で山口県も横に長いんですが、まあ、そのこと言ったら中国地方全体が横に長いのかな。横に長いので、まあねまだ当分広島を抜けないですが、まあ頑張りましょう。ちなみにですね、今回の車中泊の旅なんですけれども、予定をねある程度は決めてます。どういう予定かというと、まず1日目、1日目は滋賀県の琵琶湖、この辺りで泊まろうと思ってます。で、2日目はですね石川県の道の駅で、3日目がね一番難関なんですけども、3日目はね山形県まで行きたいなと思ってまして、下道で行くとね多分十何時間かかるのかなという感じです。で十何時間かかってしまうので、もしかしたらね途中で力尽きて高速に乗るかもしれないんですけれども、まあ一応ねなるべく下道でというふうに考えてます。で、4日目かな、次の日が、岩手県と。で岩手県で、友達がですねちょうど仕事が休みだってことなんで、岩手県をね案内してもらって、僕らみたいな山口県に住んでるような人間からするとですね、どうしてもその震災とかも風化してる部分が絶対あるので、ちょっとね岩手県を案内してもらって、今復興がどれぐらい進んでるのかっていうのもね見たいなと思ってます。まあさすがにね何年経ちましたっけね、もう 7,8 年ぐらいは経ってるのかな、ちょっと詳しくはわからないんですけれども、もう何年も経ってるので復興は進んでそうではあるんですけども、僕らが思ってる復興の進み具合と、実際のね現地の進み具合っていうのは違うかもしれないので、まあその辺もね動画にできればいいなと思ってます。でその翌日はまた岩手県で、そのね友達がですねバーをやってますので、そのバーにお邪魔して、ちょっと飲んでみたいなと思ってます。でその次がですね福島県なんですけども、福島県は、極上兄さんと合流して、極上兄さんと動画を撮れればいいなと思ってます。まあ、極上兄さんもね、多分自分で動画を撮ってあげるとは思うんですけども、まあね、それもね、楽しみです。彼もね、なんだかんだ言って、
20歳ぐらいからの知り合いなのかな、僕が20歳ぐらいからの知り合いなので、まあこうやってですね YouTube を通してまだつながれてるっていうのはすごく嬉しいですけどね。で、その翌日ですね、その翌日なんですけれども、山梨県、あ、山梨県じゃない、その翌日は埼玉県です。その翌日は埼玉県に行って、アオリナさん、つくるさんと会いたいなと思ってます。で、その次の日は山梨県で、視聴者の方とですね、またお会いできるんじゃないかなと思ってます。で、次の日がですね、長野県に行く予定だったんですが、ちょっとね、これまだどうなるか分かりません。で、その次の日は名古屋っていうことだったんですが、それもね、まだどうなるか分からないので、もしかしたら中日でお休みの日になるかもしれません。で、その次の日が京都の笠木キャンプ場と。で、笠木キャンプ場はニャンタンチャンネルさんがですね、お子さんと一緒に来られるってことだったんで、それもね、また楽しみであります。ということで、岡山まで98キロ、まあまあ先は長いですけども、まあのんびり行きましょう。広島県の東側に来てます。ようやくここまで来たって感じですけどね、こっからまだ、岡山、兵庫、京都、滋賀という感じで進んでいくので、まだ先は長いですが、やっとね、とりあえず広島県の端っこまでは来たかなという感じです。ちょっとね、意外でびっくりしてることなんですけども、今ね、福山かな、福山東ってとこですが、まだね、ガソリンのメモリが2つしか減ってません。意外とね、燃費がいい感じがしますね。やっぱり下道通ってると燃費がすごく悪い、すごく悪いって言っても10ちょっと走るんですけど、リッターで10ちょっと走るんだけど、やっぱ高速の方がね、燃費は全然いいですね。さすがに滋賀までは持たないのかな、どうだろう。でも思った以上に燃費は良さそうで安心してます。はい、岡山県に入りました。岡山県に入ったので、どっかね、サービスエリアが大きいところがあれば寄りたいなと思います。キビサービスエリア、岡山県のキビサービスエリアですね、ここに到着しました。まずは何か食べましょうか。さすがにね、お腹が空いてきたので何か食べたいです。今日はね、土曜日なんで、まだやっぱ人が多いんですかね。ゴールデンウィークは終わってますけど、若干人が多いのかな。いいとこ空いてた。さあ、まあご飯は軽く済ませちゃいましょう。だからですね、ちょっと心惹かれるものがあんまりなかったので、先ほどのですね、チキンパスタサンド、これを買ってきました。これをね、お昼ご飯にしようかなと思います。確かにこれ甘酢がかかってて美味しいですね。今14時44分です。で、下道だとそうでもないんですけど、高速道路だとですね、さすがにね、風切り音がすごいです。で、風切り音がすごいので、今窓を閉めてるんですが、窓を閉めるとね、めちゃめちゃ暑いです。暑いのでちょっとね、エアコン解禁します
もうスタートして3時間ぐらいでエアコン解禁してますけども、まあまあ高速道路乗ってる間だけなんでですね、ちょっとねこれはエアコンの恩恵を受けたいなと思います。ちょっとね燃費には悪影響ですが、背に腹は変えられないということで、とりあえずこれで行ってみましょう。今ですね滋賀県の琵琶湖の、車中泊しようと思っている場所ですね。そこでもう一人ですね待ってらっしゃる方がいらっしゃいますので、急いで行きたいとこなんですが、まあ、基本的に80キロ運転ということで行ってますので申し訳ないんですけども、ちょっとお待ちください。山陽自動車道をですね走ったことある方は分かると思うんですけども、トンネルの数がねめちゃめちゃ多いです。しばらく走ったらすぐ飛んでるっていう感じの道が続くんですけど、これはね山陽自動車道の特徴なのかな。なんか兵庫とか過ぎると全然そんなイメージがないんですが、山陽自動車道の、岡山山口この間ぐらいは本当ねトンネルが多いです。多分もうちょっとしたらそのトンネルが多い区間過ぎると思うので、そしたらね運転しやすくなるんじゃないかなと思います。土地勘がないんでね、どの辺か全然わかんないんですけども、もう兵庫には入ったんじゃないかなと思います。はい、もうちょっとでですね兵庫県の三木サービスエリアに着こうというところです。結構ね日が暮れてきたかな。今もうちょっとで4時です。意外とね移動だけでやっぱり時間が経っちゃいますね。よし、じゃあ三木サービスエリアで休憩です。よく宝塚競馬場に行くときにここに寄るんですけど、まあ、今回はねタバコ休憩ぐらいで済ませてここを出発しようと思います。そろですね大阪空港が近づいてきたので、もう大阪に入ったのかな。あと10キロで吹田となってますんで、おそらくは大阪にも入ったんじゃないかなと思います。あ、大阪ですね、大阪って書いてありました今。ということは大阪に入って次はどこだ。もう滋賀になるのかな。確か京都があったと思うんですけどね、ちょっとねこの辺の地理がよくわからないんですけども、今4時47分なのであと1時間ですか、あと1時間あれば着くというようなナビの予想になっています。初日の目的地もうちょっとになってきました。はい、右ルートと左ルートがあるみたいで、なんでしょうねこれ、山手線みたいになってるのかな。まあ分かりませんが、とりあえず右ルートに行けと言ってるので右ルートの方に行きます。さっぱり分かんないですね。ただこれ左に行ったらえらいことになるんでしょうねきっと。はい、京都に入りました。京都に入ったので次はもうね滋賀です。もうちょっとになってきましたね。まあ、滋賀に着いたらですね飲み物と食材この辺を買いたいなと思ってます。それとですねガソリンが、3分の1ぐらいになってますので、ガソリンを継ぐということをしたいと思いますよ。だいぶね、先に行ってる方をお待たせしちゃってますんで、まあまあのんびりしつつも安全運転で急いでいきましょう。はい、ようやくですね大津に着きました。滋賀県の大津ですね。ここで降りて右折かな。とりあえずね高速道路はここでおしまいです。とりあえずですね料金所を抜けまして、今ね高速道路じゃなく下道に入るところです。はい、はい、結構です。はい、こんにちは。こんにちは。はい、今ね大津市を走ってますけども、ねやっぱね来てみないとわからないことってあるもんで、意外とね発展してますね。琵琶湖っていうところがもう大きな湖だから、なんか
その周りって別に発展しないでしょと思ってたんですけど、意外や意外でね、すげえ発展しますよ。さあちょっとここにねマックスバリューがありましたので、ここで買い物しましょうか。食べ物持ってきてくださってるみたいなんですけども、あの全部やっていただくのは申し訳ないので、お酒と、あとなんかちょっとした食べ物とかその辺はね買っていこうかなと思います。とりあえずですね買い物をしてきました。2138円だったかな、2138円という結構ね高額な買い物をしましたが、ビールとジュースと、あとは一応食べればと思ってソーセージと、とりあえずですねあとはお惣菜です。こんな感じで晩ご飯を今日は食べようかなと思います。はい、近江大橋を渡ります。琵琶湖を横断する形になりますね。でけえ琵琶湖。微妙にね道に迷いましたね。道に迷って、本当にここ琵琶湖なんかいなっていうような感じですけど、琵琶湖が近いみたいです。多分そうでしょうね。うん、問題ないと思いますが、どうでしょう、あと 550m。 あーなんかそれっぽくなってきた。一時停止です。これが琵琶湖ですね。この先右方向。左方向でもうちょい先か。これかな、これが駐車場かな。右方向です。その先目的。これが駐車場でしょう。トイレが近い方がいいかな。トイレが近い方が良さそうなんで、この辺にしましょうか。はい、地元からですね、だいたい6時間か7時間ぐらい経って、滋賀県の琵琶湖の近くに来てます。これからね、まずは待ってくださってる方を探しましょう。もうね結構いい時間になっちゃいましたね。6時過ぎてますからね。6時半かな、もうちょっとで7時になりそうな感じなので、ちょっとね申し訳ないことをしちゃいましたが、ちょっと探してみましょう。とりあえず歩いてみましょうかね。どこにいるんだろう、場所聞いとけばよかったな。ここはね意外と人が少ないですね。もっとたくさんいるのかと思ってましたが、そうでもないみたいです。なかなかねこれぐらい広くて見晴らし良くてってのはないですよ。かわいいよ。もっと石川でもそうでもないでしょ。石川までだいたいどれぐらいなの？8回かな。いやそうだから本当にこの道合ってるのかって、なんかさっき田んぼの方とか撮ってきたんで、まあ一応来れてよかったですよ。ちょっとあの早速なんですが乾杯をさせていただいてもいいですか。ここはちょっと大きいですけど、初めまして。初めまして、よろしくお願いします。お疲れ様です。いえ、ありがとうございました。だいぶ待たせてまして真ん中の子が、はい、見てて、あ、そうなんですか。うん、ラインがあって、はい、寝とったんですさせていただいてもいいですか。どうぞどうぞ。ちょっと
テレビ電話しないですね。あ、もしもし、どうかな、みんな起きとる？うん、あ、本当ですか、そうしようかな。うん、もしもし、はいはい、いい子にしよる？大丈夫？はい、ありがとう。母ちゃんに代わってくれる？母ちゃんに代わってもらってもいい？あ、もしもし、じゃあ一応大丈夫そうかな。うん、あのね、ついて今あの一緒にご飯食べさせてもらっとって。うん、あ、どうもありがとう。またじゃあ明日電話しましょう。うん、はいはい、はい。今ですね、早速子供と話そうと思ったら、うん、2人がばあちゃんとか泊まりに行ってました。まあこんなもんですね。やっぱりね。とか高校生ぐらいの時にガンズとかコピーしてて、次にすっごい久しぶりに見た時にスラッシュってギタリストいるじゃないですか、あれがマイケル・ジャクソンの後ろで弾いてたんですよ。弾いてましたよね。そうそう、あれ見て、あ、こういうのやってんだって思った記憶があります。あ、なんかブラック・オア・ホワイトとかなんかそういうの弾いてましたよね。バンヘイレンが降りたから、あ、それその後なんですか。あのビートイットのくらいの、あれ降りたから寝る準備をしてますが、とりあえずですね、車中泊の初日、無事に終わりました。初日が終わって明日は石川県で、今何時だ、結構ね際どい時間ですよ。1時半、今1時半です。1時半でこっから、6時半ぐらいまで寝て、そうですね、そっからは石川県という感じになります。疲れたけど、まあね、一緒にいてくださったスナフキンさん、すごくねいい方で、話がねとにかく面白かったです。話が面白かったので、明日からのね、また車中泊の旅っていうのも楽しみになってきました。ということで明日もね、また車中泊の旅続いていきますんで、また見てみてください。それでは。